東京都は、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え、コロナの検査体制を現在のおよそ6倍に拡充する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。都の試算では、例年のインフルエンザの流行状況を踏まえると、コロナと同時流行した場合、 現在の6倍にあたる1日およそ6万5000件の検査処理能力が必要になるということです。PCR 検査のほか、抗原検査も活用した上で、東京都医師会などと連携し、12月中にも体制を整える方向で準備を進めています。